最初、はい、こうチクチクするっておっしゃってたのって、うんうん、これがですかね。あ、そうです。あ、うん、違います。もうちょっとなんか、はい、押すやつ。押していくときに、うん、ことですかね。うん、そうですね。あ、もう大丈夫ですね。チクチクする感じはないですか。うん、はい。はい、なんか押されたときに、はい、凝りというか、なんかチクチクみたいな、はい、チクチクに似てるような痛みがあるんですけど、はい、それは凝りですか、はいはい、ここら辺をされた時でした、はい、この辺でなんかこっちに痛い、うん、あ、でも治りました、それは。あ、取れてますか。響く感じないです。はい、ここを押されると腰が痛いです。はいはいはい、腰にちょっと響く感じがします。響く感じがあるんですね。ナチュラルなもの好きそうですね。うん、こう子育てしてると手疲れませんか？ああ、まあ抱っこしてね、手首がね。手首、結構細かい作業も多くなりません？洗い物とか洗濯物とか。だってそれ別に子育てして抱くたって。いや、ね、増えるじゃないですか、まあですね、こぼしたとか、うんうん、洗わなきゃとか、確かにあと片付けしなきゃとか、うん、ね、結構多分普通に一人でいる時よりも圧倒的に、うん、面倒見る感じなのでね、なんかこう食事とかもずっと世話しながらじゃないですか、うんうん、そうですね、食べさせてあげて、うん、拭いてあげて、うん、確かに、うん、だから結構手指が疲れるんですよね、うん、あ、それおっぱいつまんでます？いや、おっぱいじゃないです。おっぱいじゃない、胸筋ですね。胸筋、はい、おっぱいの感じですか？おっぱいの感じます。あ、そうなんですね。おっぱいつままれてる。こっちですね。あ、そっちです。結構肩こりに関係するんで、肩こってる方、この脇、胸の周りが、うん、そうですね、痛いですね。そうですよね。肋骨と胸の間のところとか、くすぐったりするね。くすぐったりですね。うん、血流が悪くなってますのでね、うん、いって、こっちの方が痛い、痛っ、うん、あ、こっちの方が痛い、うん、
右利きですか。はい、うん、左の方が肩上がったけたり少ないと思うんですよね、うん、痛いですね。うん、おー、うわーし、痛っ。痛っ。まあまあ、全然左の方が痛いわ。うん、あ、痛っ。痛っ、そっちも痛っ。でも左の方が痛かったですね。そう。痛い、はあ、びっくりした。かわいいですね、うん、今の。ああ、そうですね、はい、はい、ああ、なるほど、はい、うん、弱めってます？さっきより。いや、でも同じぐらいですね。ああ、ね、これぐらいやってました。はい、はい、空っぽな音しますね。そうですね。中身入ってない。空気っぽい音ですね。痛いっていうか、あの、なんていうんですか、腹筋鍛えてるみたいな。心臓がきますからね、Ugh.